華やかな舞台の裏側に隠れた一つの物語。ピッチーズストーリースポーツの現場ではほとんど大きいものじゃないというか、すごく僕たちも衝撃を受けましたし、焦ってしまう癖みたいなのが僕自身あるから、それを抑制してくれるのがタモさんだと思うし、本当タモさんも最大限のリスペクトを持って接してくれているので、そこは本当感謝したいです。まあ一生多分あるものなんで、かっこいいと思っておきましょう。美月のもう性格はもう本当に基本もポジティブなので、まあそういう人間性にリスペクトを持ってますし、全ての人がやっぱ美月が今まで通り怪我をする前 その彼の激しいプレーっていうものをやっぱりこう見たいと思っているので、まあ、長い道のりの本当にまだ最初、怪我の状態の山あり谷ないっていうところは絶対あると思うんで、気分が乗らない時は気分が乗らないって言ってくれたらいいし、怒りたい時は僕に対して文句がある時はもういくらでも文句言ってくれたらいいし、まあ、これからも一緒に復帰に向けて頑張っていけたらいいかなっていうふうに僕は思ってますね。中でそのリーグ優勝と同じぐらいの価値っていうのは、やっぱ彼らがその試合に出て活躍するっていうところは、もう本当にリーグ優勝と同じぐらいの嬉しさっていうか、そういうものを感じるので、まあ、そこがトレーナー力よりに尽きるところなのかなっていうふうには思ってます。森田正明のピッチーズストーリー。